トルコの厳しい環境を耐える耐久力と日本の環境に合わせた改良で次世代の収穫作業を担う海阪エルトゥールル社フォレージハーベスター。こんにちは、ヤンマーアグリジャパン農機推進部の小倉です。高い作業効率でコーンや飼料稲を収穫、高品質な飼料作りに貢献する KE 社フォレージハーベスター KE127 をご紹介します。複数回のテストを実施して日本に向けた改良を重ね、2024年より販売を開始します。最大の特徴は高い処理能力と切断長の精度の高さです。こちらは3メートルを超えるコーンの収穫作業ですが、6キロ以上で詰まりなく作業を行っております。また収穫後の作物もご覧の通り切断長が揃っており、理想的な餌作りを行うことができます。それでは商品の構造と特徴について説明します。こちらのデバイダーによって作物をしっかり掴んで、こちらのカッターで切断をし、中のフィードロールの方へ作物を集めていきます。作物が倒伏している場合はこちらの引き起こし桜芽によって作物を立たせて収穫を行います。切断された作物はこちらの4つのフィードロールによって圧縮され、設定されたスピードでフライホイール部へ送られます。このフィードロールが作業効率の重要なポイントになります。何度も試験を重ねて上下異なる特徴的な形状にすることで詰まりを減らし、飲み込み性能を最大化しています。フライホイール部では最大12枚の回転ブレードとカウンターブレードによって正確な切断長によってで裁断されます。こちらの回転ブレードは強度の高いタングステンカーバイド加工を施しており、交換頻度を減らすことができます。切断長はこちらのギア変速とブレードの枚数の交換によって変更が可能です。正確に切断された作物はフライホイールの回転によってシュートから吹き出されてワゴンへと送られます。摩耗しやすいシュート内部には高耐久部品を使用しています。シュートの操作や逆回転はキャビン内のターミナルによって簡単に操作ができます。世界的な飼料価格の高騰によって自給飼料の面積拡大を検討されている方、ぜひこの KE 社フォレージハーベスターで作業効率と切断長の精度を変えていきましょう。 A Sustainable Future Yanmar